スーツ着ていこうかなと思ったんですけど、ちょっと一番好きな格好で来ちゃいました。ちょっとなってもいいですか。チームが誕生した1年目に第1期生として加入しました。今振り返ってみると思い出がたくさんありすぎて何を話したらいいか分かんないんですけど、でも順風満帆とは言えず怪我もして辛い時期もありましたし、なかなかタイトルに手が届かず、悔しい試合、大事な試合で、負けたりと、本当に、楽しい思い出よりは辛かったの思い出の方がちょっと心に残ってるんですけども、でもそんな時にも、フロンターレのサポーターの方々は僕たちを支え、励まし、ついてきてくれました。僕は、そんな フロンターレのサポーターが大好きですし、世界一のサポーターだと思ってます。それとこの場をお借りして、僕がサッカーを始めたきっかけも両親ですし、すごくここまで両親に支えてもらいました。この場をお借りしてありがとうと言いたいです。今年は残念ながらタイトルに手が届きませんでしたけど、来年は新監督を迎え、残ってる選手で必ずタイトルを掴んでくれると思っています。そのそばで僕も陰ながらですけど応援したいと思います。14年間本当にありがとうございました。贈呈は佐原選手を支えてくださいましたご家族を代表して、佐原選手のお姉様のリカさんからです。それではリカさん、どうぞよろしくお願いいたします。仕事をしていっていただきたいなと思います。本当にお疲れ様でした。